こんにちは、元気にしているかな。今日はラブリースを私と同じように楽しむべき理由を紹介しよう。パープルカードモギーの構えと私の構えでは少しニュアンスが違う。ストキッドシャンバーの都合がつけば特別召喚もクリエイティブにできる。コストのため捨てなければならないのだから、それ自体を追加できるカードや捨てても得をするカードをデッキに入れてみよう。さらにどのような状況にも対応できるようにトプセックにクレンジの通常のマナをいくつか仕掛けておく必要がある。我々のデッキは直線的なアリフテケデッキよりも柔軟性がある。だからコインセカン doesn't matter it is still an easy win。 最後にもう一つ、アートファクトをする場合はウェルカムラボを起動させずにビッグウェルカムを使うこと。このつまないなコンボを楽しもう。おいや、バイドウェイ、代わりのカードアートは私が作ったのでネット上では見られません。オーケー、ボザーを倒そう。よしオフェイソバーダテスケンボゾ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 。私のチャンネルをコマンドにサブスクライブしてくださいね。